沼津駅。沼津駅は、静岡県沼津市大手町一丁目にある、東海旅客鉄道、JR 東海、日本貨物鉄道、JR 貨物の駅である。沼津駅は、静岡県東部の主要都市である、沼津市の代表駅であり、同市の市街地中心部に位置している。JR 東海の旅客駅と、JR 貨物の貨物駅が同居する駅である。事務官コードは、 五十二万百三である。駅の開業は千八百八十九年、明治二十二年である。開業時から国有鉄道の駅だったが、千九百八十七年、昭和六十二年の国鉄分割民営化により、JR 東海、JR 貨物の二つの事業者が運営する駅となった。かつては旅客駅、貨物駅に加え、機関車の車両基地であった沼津機関区や、 貨車走車場が併設され、駅からは、沼津港駅までの貨物支線、沼津港線も分岐、駅前には、路面電車の停留場、沼津駅前停留場がある鉄道の中心地であった。東海道本線を所属線として、同線静岡地区と御殿場線の2路線が乗り入れている。駅番号は、東海道本線静岡地区が c a 零三、御殿場線が c b 十八。 東海道本線では、沼津駅は路線の中間に位置する中間駅の扱いだが、御殿場線は終点である。いずれの路線も JR 東海が第一支鉄道事業、JR 貨物が第二支鉄道事業となっている。東駅には東海道本線で運行される寝台列車、サンライズ瀬戸サンライズ出雲を含めた 東駅を経由するすべての旅客列車が停車する。東海道本線の普通列車は、静岡県内で運行される列車のほか、東京駅方面との直通列車が一日9往復設定されている。そのうち東京駅始発の朝の下り日本以外は、東京駅経由で、東北本線上野駅あるいは祖崎、東北本線や高崎線との直通が行われ、再延で、 栃木県の宇都宮駅、群馬県の高崎駅までが当駅と一本の列車で結ばれている。ただし、当駅発高崎線直通の設定はなく、当駅行きのみ。また、当駅は東海道本線において、東京方面から普通列車の直通列車が運行される最西端の駅である。新宿経由高崎線直通列車は乗り入れていないため渋谷、新宿方面には、 小田原駅園で乗り換えが必要である。かつて東京駅発着の普通列車は当駅まで1時間あたり1から2本乗り入れていたが2004年10月16日のダイヤ改正で東日本旅客鉄道 JR 東日本と JR 東海の境界駅である熱海駅で多くの普通列車の運転系統が分割され朝夕の通勤時間帯と夜間を除いては 同駅での乗り換えが必要となった。また、かつては当駅より西へも東京駅から直通の普通列車が設定されていたが、2012年3月17日のダイヤ改正で最後まで残っていた東京駅、静岡駅間の直通列車1往復が消滅した。御殿場線には、1991年3月16日の ダイヤ改正から2012年3月17日改正まで、道線と小田急電鉄小田原線を経由して、東駅と新宿駅を結ぶ特急、朝霧が1日4往復東駅まで乗り入れていた。東海道新幹線が計画された際には、線形の関係と沼津付近の地盤が悪いことから、隣の3等を経由するルートが建設され、沼津に駅は設けられなかった。 かつては、沼津駅前を発着する路面電車が存在した。日本で9番目の電気鉄道として開業した、スン電気鉄道、後の伊豆箱根鉄道軌道線がそれで、駅前から、三島広小路駅へ向かっていた。軌道線の停留場である、沼津駅前停留場は、沼津駅南口にある、駅前広場の西側にあった。1950年代の写真によれば、 停留場の構造は、島式ホーム一面二線であり、ホーム北側に事務所が置かれていた。軌道線は、沼津駅前を出ると、大手町交差点までは、静岡県道52号沼津停車場線上を通っていた。この停留場は、1906年、明治39年11月28日に、スン電気鉄道によって開設された。当時は、 沼津停車場前と名乗っていた。運営事業者は、その後富士水力電機、寸津鉄道、寸津鉄道箱根優先、寸津道と変遷し、1957年、昭和32年に、伊豆箱根鉄道となった。1961年、昭和36年6月28日に、機動線の木瀬川橋梁が流出し、沼津駅前国立病院前館の営業が、 休止されたため、沼津駅前の電車発着がなくなった。その後電車代行バスが運行されていたが、1963年、昭和38年2月5日に、軌道線は廃線、沼津駅前停留場も廃止された。しかし、停留場跡地は、駅前再開発を経ても、バス交車場として依然として利用されている。東海道本線は開業当時は、 五殿場駅経由であったが、同経路には25%パーミル、パーミルという急勾配があった。大阪方面からの鉄道車両はこの勾配を超えられる機関車に同駅で付け替えを行い、さらに両数が多い場合は、補助機関車を列車後部に追加連結する必要があったため、沼津駅に上り列車は必ず停車していた。なお、東京方面からの下り列車は、 構図駅で補助機関車を連結した後、普通列車を除いて、御殿場駅構内を通過するときに機関車を走行開放していたため、停車を必要としなかった。実際には1930年に運転を開始した特急、円の下りを除き、すべての旅客列車が沼津に停車していた。この必要から総車場、整備施設は元より、 難所とされる峠越え線路の保守関係設備も発展した。これらの走者関連により必然的に停車時間が長引き、結果的に沼津の観光産業に少なくない影響を与えることになった。1934年昭和9年に単なトンネルを経由する熱海、沼津間が開通すると、今度は上下とも東海道本線の列車を経由する電気機関車と、 蒸気機関車を同駅で付け替えることになり、すべての旅客列車、貨物列車が何分間か停車することになった。単なトンネルは、長大なトンネルである。機関士が梅園で失神する、危険性をはらんでいたために、蒸気機関車牽員の列車がそのまま直通することは、不可能であったから、電気機関車への付け替えが必要だったのである。そのための停車時間を使用して、 駅弁や土産などを買う人が多くなり、沼津までは沼津、沼津飲まず食わずで我慢しようという詩も生まれた。この機関車付け替え作業は1949年、昭和24年2月に電化区間が静岡駅へ延伸されるまで続いた。旅客駅は東西に伸びる島式ホーム3面6線を有する地上駅である。乗り場は南側から番線、番線の順で、 6番線まである。2番線が駅の下り本線、4番線が上り本線であり、残りの各線は副本線、対比線である。なお名称は1番線が下り1番線、3番線が中線、5番線が御殿場本線、6番線が上り1番線である。また、貨物列車などが使用する着発線が6番線の北側に2本、上り2番線。 上り3番線、1番線、2番線ホームの西側に、当たる場所に2本、下り2番線、下り3番線がある。工述の貨物設備につながる側線は、下り2番線、下り3番線に接続している。駅構内には、複数の側線があるほか、駅東側の御殿場線沿いには、沼津運浴の電流線が広がっている。かつては、構内北側にも帰還区。 沼津機関区が置かれていた。機関区の跡地はすでに再開発されている。各ホームはホーム西側にあり北口、南口につながる古線橋と東側にあり南口につながる地下通路で連絡している。駅舎は校内北側と南側の2カ所。2つの駅舎は古線橋でつながり、その古線橋で各ホームにも連絡している。 駅舎と古仙橋及び古仙橋とホームを結ぶエレベーターが整備されている。改札口は南北2つの駅舎の中にある北口、南口と古仙橋から駅ビル、アントレに直結するアントレ改札口の3カ所。各改札口には自動改札機が導入されている。駅舎内には JR 全線切符売り場、南口が5時22時。 北口が4時40分22時30分や自動券売機が設置されている。南口、北口にはエクスプレス券売機が1台ある営業時間5時22時、ただし9時30分10時10分に発売を停止している。また1.2番線にはホームライナーの乗車整理券券売機が2台設置されている。ホームの発車表は以前は反転フラップ式が使用されていたが、 現在は LED 式が使用されている。各改札の発車表は以前から LED 式が使用されている。この他個線橋と北口の改札には各方面行きの先発列車の発車番線を案内する LED 式の案内表示器が設置されている。沼津駅は友人駅である。また駅長配置駅、直営駅に分類され管理駅として 沼津市内にある東海道本線の二駅、片浜駅、現駅を管理している。JR 貨物の駅は JR 東海の旅客駅より 1km ほど西の沼津市本住へ中溝601-4に位置する。3面のコンテナホームと6本の2役線を有する。うち1面1線のホームは上屋付き。ホームの長さは 150m ほどしかない。 貨物列車の着発線は旅客ホームの西側にあり、着発線より片浜駅方面に伸びる引き上線から二役線が着発線方面に戻るように分岐している。なお、引き上線や二役線は電化されていないため、入れ替え作業には JR 貨物 HD300 系ハイブリッド機関車が用されている。駅の北にある明電車沼津事業所へ専用線が通じ、 稀に変圧器を輸送する特大貨物列車が運行される。かつては、藤倉沼津事業所や東芝機械本社工場など、駅周辺の工場へも専用線が続いていた。2014年3月15日現在、高速貨物列車は、水田貨物ターミナル駅方面への2往復が当駅を、始発、終着として、貨車の連結、開放を行う。当駅から、 東京方面へ直接向かう列車はない。東中圏が当駅での弁当販売券を持っている。主な駅弁は下記の通り。静岡県統計年間と沼津市統計所によると近年の1日平均乗車人員は下表の通りである。静岡県の駅では静岡駅、浜松駅、三島駅に次いで第4位である。御殿場線の駅並びに 県内の新幹線が停車しない駅では最も乗車人員が多い。駅南口は静岡県東部を代表する商業地区となっており、沼津市役所2008年に開業した再開発ビルのイーラでをはじめに商業ビルや商店街、アミューズメント施設のジョイランド、沼津などで賑わっている。また、地域経済の中心として、 駿河銀行本店や静岡中央銀行本店を含む多数の銀行がある。沼津市内各地や伊豆半島方面への路線バスの発着場所になっている。過去には複数の百貨店が立ち並んでいたが、1994年に十字や、1995年に日井、2002年に長崎や、2004年に丸井が次々と撤退。 1957年から営業していた西武百貨店も2013年に閉店し、富士急百貨店も規模を大幅に縮小している。西武アト地のうち北側の本館は取り壊され、2014年6月に暫定利用施設として沼津駅前にぎわい広場、雄大フェスタと日産レンタカー、沼津駅前店が開業した。南側の新館は全面改装が行われ、 2014年4月にパチンコホール、沼津楽運」浜友商事運営として開業。同年7月には同施設内に県内初の吉本劇場がオープンした。駅北口には住宅地が広がっている。平成以降、沼津駅周辺総合整備事業が進められ、沼津機関区跡地には2008年に複合商業施設のビビ沼津が開業。 2014年7月には、コンベンション施設の藤野区千本松フォーラムが全面開業した。付近には、複数のビジネスホテルのほか、沼津商工会議所、沼津税務所、やや離れて、静岡県東部総合庁舎、ショッピングモールの石橋プラザなどが立地する。南口のバスターミナルは、駅前と富士急百貨店前の2カ所に分かれている。 駅前バスターミナルの1から8番乗り場からは、西部グループの伊豆箱根バスと、小田急グループの東海バスオレンジシャトルの路線が発着し、主に沼津港、沼津市南部、三島、伊豆方面などへのバスが出る。共同運行路線を除き、基本的に、奇数番号の乗り場は、伊豆箱根バス、偶数番号は、東海バスが担当する。 この内東海バスの沼津市内浦地区方面の路線が集中する8番乗り場のバスポールには駅を管理する JR 東海静岡市社の許可を得て同地区を舞台とするテレビアニメ作品ラブライブサンシャンのデザインが施されている。劇中にも駅舎や駅名の看板等は登場するが JR 東海自体は共賛していないため修正されている。 富士急百貨店前の1から6番乗り場からは、同じ富士急グループに属する富士急式バスの路線が発着し、沼津市西部、北部や富士方面などのバスの便がある。かつては新松田駅行き、新静岡駅行き、八王子駅行き、スキッパー号の高速バスが出ていたが、利用客低迷により廃止された。北口にも小規模なバスターミナルがある。 このターミナルは高速バスも含めて富士急グループ各社と共同運行会社が中心である。沼津市が進める沼津駅周辺総合整備事業の中核事業として沼津駅の公開期間が計画されている。静岡県が事業主体となり1991年平成3年11月から基本構想の策定に着手2006年 平成18年11月に、高架事業の認可を取得した。計画案によれば、沼津駅の高架駅か、東海道本線の大岡団地付近小諏訪付近、約 3.7km と五点場線の大岡、団地付近沼津駅付近約 1.6km の高架化が実施され、それによって13カ所の踏切が撤去される。駅に併設されている、貨物駅と車両基地は、 沼津市原地区、原東下五の浦間、沼津市辺浜地区、沼津風浜間にそれぞれ移設される。新貨物駅には、着発線、2役方式、E&S 方式が採用される予定である。高架化された沼津駅は、高架上に、ホーム、高架下に、駅事務所、改札口、南北自由通路などが配置される予定である。ホームは、地上駅時代と同じ島式。 三面六線で、北から順に、東海道本線上り線、五殿場線、東海道本線下り線のホームとなる見込み。計画されている、高架化の手順は、以下の通りである。鉄道高架事業は2022年度に完成する、予定である。沼津駅周辺総合整備事業では、高架化に合わせた、道路整備や、区画整理、再開発が計画されている。 この高架化事業は、たびたび、沼津市市長選挙の争点や沼津市議会の議題としても扱われる。市長のリコールを求める市民の署名運動や陳情、住民投票が展開されたことも過去何度かあった。また、車両基地と貨物駅の移転予定地として造成が進む、沼津駅西側の沿線には、移転反対を訴える縦間板や上りが、車窓から散見される。 ただし近年の市長選では常に推進派が勝利を収めている。五天場線が東海道本線であった時代、東海道を東から西へ移動する際は山中の五天場から下ってくる形になるため、旅人からは沼津は海からの心地よい潮風を浴びることができる開放的なところと見られていた。1900年、明治33年に大和田武駅が作詞した。 鉄道昇華第一周東海道編でも以下のように歌っている。17、沼津の海に聞こえたる里は、牛伏が入道春は、花咲く、桃の頃夏は、涼しき海のそば。東海道本線を走る、寝台特急、サンライズ瀬戸、サンライズ出雲の隣の停車駅は、隠れ車記事を、ホームライナー沼津、ホームライナー静岡、ホームライナー浜松。 いずれも片浜型の運転の隣の停車駅は東海道線、静岡地区をそれぞれ参照のこと。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。